この伊地君と来たとこ、その楽しいに来ていただいたナレーシアター3本目になりますけれども、あの今から見てもらうのはですね、ジプシージャズのユニット、はい、1930年代に、まあ、ヨーロッパ、フランスを中心に流行ったジプシージャズ、まあ、あのジャンゴ・ラインハルトと聞いたりとかいて、まあね、映画とかにもたくさんなってる、まあ、歴史的な人物というか、うん、レジェンドなんですけど、まあ、彼はその時代に別にジプシージャズをやろうと思ってやってたわけではなくて、その当時ホットなジャズを演奏していて、ホットクラブスタイルってよく言われるんですけど、あのジャンゴが所属、まあ、所属してた組んでたバンドがあって、それがこのスタイルですね。ベース、ギター、ギターでもう一人ギターが入って、トリプルギターにでフロントにバイオリンが入ったりとかクラリネットが入ったりとかするんですけど、いわゆるギターがこれ2人以外、2人いるっていう、まあ、2人以上の編成になることが多いんですけど、リズムギターっていうのを考えるんですよ。そのギターはジャンゴがアドリブをして、その、後ろ2人はひたすらリズムを刻む役、リズムを出して伴奏してる、ザッ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 って刻んで伴奏して、要するにドラムの役割だったりするわけなんですけど、ブルーノが ソリストなんですね。ソロギターリストです、うん、で山本大輝くんはこの日ずっとリズムを刻んでたんですね、はいはい、でのアンコールなんですよ。これからまあ一曲そのセシモンの曲になるんですけど、最後アンコールだけは、山本大輝にソロを取らせようっていう動画なんです。なるほど、なるほど、外田さんの計らいがある。そうですね、もうあのそれまで しっかりねリズムをずっといい感じで刻んでくれてたので、あの最後の曲は、まあ、アンコールだし短めにして、売るのじゃなくて大輝に取らせようと。こういう音色か、ジャッカジャッ、こんなになんだ、こんなにジャカジャカしてたんだね。これ生音ですね。瞬間じゃないですか。何今の。でいやちょっとこうやってやってるんですよね。うん、これなんかさ、あのスパニッシュ、フラメンコとかだとありそうな感じが。ああ、なるほどなるほど。これ気持ちいいよねみたいな感じ、うん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 、かなと思ったら、なんだこれ。これなんだろうなと思って。ちょっとなんかあるんじゃない。いやだからなんていうのかな、あの。多分あっちの風習があるんだと思うんですよ。結構あっちで、あの本場で結構なんていうの、セッションしたりとか、あなるほど、したりもしてるから。だけど気になってるのはブルーノがちょっとウケてるんですよね。うん、いわゆる日本のよっみたいな、よっみたいなとこなこちょっとなのかなと思ったんだけど、いやでも違うでしょ。やっぱあの
それこそいいこと聞いた俺っていうやつがでよしっていう、まあ、なんで彼を連れてきてくれなかったんだろうね。いや、入地区もだからもういいんだよ。入地区は全然喋んなくなっちゃってるから水ショック、水ショックで全然喋らなくなっちゃってる。そんなことはない。水ショックセボンセボンちょっと待って、俺ちょっと待って、俺関係ないんだけど、俺がね、単純にこういうのがツボなの。分かんないけど、ずっと繰り返されるのがね、ツボなの。なるほど、なるほど。セボン、セボン、そうそうそう、どんどん面白くなって。全然ハモるわけでもなく、セボン、セボン。男性コーラーいや、ちょっとごめんね、面白くなっちゃっただけ。一緒に歌ってくれる人も結構多いですよ。なるほど、分かってくるとね、はい、パターン。徳島ジャズフェスで大合唱になりました。セボン、あ、こういうのもあんのね。あ、でもバリエーション結構あんだね。じゃじゃじゃ、そう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 。楽しい。山本大輝のテンションが上がってます。本当だね。Yeah. 楽しそうだよ、ね。楽しいね。あ、ケンシがいい仕事してるよ。イエーイ、何今の。イエーイ、何素敵じゃない。何今の。いいの、アレンジがいい。あれって何なの、こういう風に演奏するものなの。あの、なんていうかね、ジプシージャズのまあ、とある曲 の、うん、あのエンディングにこれ結構使われるフレーズで、で、まあ、セシボンではあんまり使われないんですけど、そこをまあ引用してアレンジをして、本当はデッタリッタラッテリッテルッタラッタジャンとかのところをデッテル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 ジャン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 、ちょっと一回ひねってるとか、ちょっと予想外のことにまあするようなアレンジ。ジプシージャズはこれ持ってやってほしい。あ、うん、これ楽しいよね、うん、俺ちょっとセボンセボンすごい笑っちゃったけど、来年のアナライズシアターライブがあったら、ああ、この曲やってセボンセボン、ね、セボンセボン、俺セボンセボン言わせてほしい。いや、言うんじゃないですか。あれ別日でセボンセボン言いにくい。別日スケジュール切るから、それだけ言いにくい。セボンセボンって取れ高としてはもう、アイゲッタキック、セボンセボンは最高だったね。そうだね、彼らが怪しいところ、イジリ君はもういなかった。そうだ、うん、全然石くんが全く稼働してない、うん、なんかな、いいな。みんないいよな。こういうのもいいかもしれないね、人の演奏を聴いて。あ、そう、単純になんか楽しかったなみたいな。で、素晴らしいプレイヤーたくさんやっぱいると思うんで、うん、なかなかライブに聴きに行く機会もないから。そうですね、今日じゃあなめさんの中で、うん、そうですね、まず総太郎さんの、うん、まあ、10点満点ですね。まあまあ、人をポイント付けするのもあれですけど、まあ、いろんな演奏のプレイあると思うんですよ。お、なんかこう波平ポイントみたいなのをちょっと最後に、なんか5万、5万起きました。じゃあ波平ポイント5万です。5万入りました。やっぱりあの3本やりましたけど、うん、あの、まあ、それぞれあの違うものとして、うん、あのバリエーションがあったところがありますけど、うん、まあ、やっぱりクレバーでいい音楽をやってました。やっぱりそうですね。おじいさんの、ね、曲しか枯葉っていう曲を、え、ん、枯葉っていう曲をね、一応。おじいさんを、いいことになってるぞ。おじいさんもね、今日ほら枯葉っていう曲で、さおじいさん、おじいさん、おじいさんね、おじいさんがおばんにして分かんないですか。まあね、そんなところで。やめてください。伊地君は来てくれてよかった。来てくれてよかった。